はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、はい、ということで本日の動画はね、最後に告知がございますので、ぜひそちらもご確認ください。では時を戻そう。チャレンジメニューとかデカ盛りで以前からお世話になっている柏のどんぶらこさんから新メニューをね、いただきました。というのも、夏に向けても多分限定っぽいんですけど、冷やし混ぜそばなるものを自宅にね、送っていただきまして、今日はこちらをいただいていきます。トッピングとかね、いろいろあるんで、作りながらおいおい紹介していきたいと思います。まずはね、麺を茹でていくので、また今日も寸胴ちゃんにお湯を沸かしていきます。油とかね、お肉を温めるための湯煎用のお湯も別のお鍋で沸かしていきます。で、湯煎するものなんですけど、まずこちら、これ鶏チャーシューですね。これを、ほいっと、こちらの油も湯煎していきます。はい、今、お湯が沸きました。でね、先ほど湯煎してたお肉と油なんですけど、今回冷やしなんで、そんなに湯煎はしておりません。表面の油とかがね、溶ける程度なんで、まだ塩は全然冷たい感じなんですけれども、鶏肉と油ですね。それでね、麺を茹でていくんですが、こんな感じでございます。めっちゃあるん豆乳とで、ちょっと茹で時間は特になかったので、なんとなくいい感じに茹でていきます。こんな感じで OK でしょう。ほい、はい、よくね、流水でぬめりを取っていきます。はい、麺は OK と。そしたら最後に盛り付けの準備と、まずはアーモンドペーストのタレみたいなんで、これをね、先に器に入れていきます。よいしょ。で、ここにね、この油の溶けた液体部分だけね、絡ませていきます。で、ここに麺を投入して、一旦混ぜていきます。ここにトッピングを。まずはこちらを真ん中に、ドドンと、お肉を、ジュジュルッと、上、ここにかけて、ニラをかけて、油どうかけよう。難しい。油をじゃあ端っこにこう、でろっと。こんなのもありまして、彩りがいいね。こちらのニンニクを、よいしょ。で、最後にね、このカットレモンですね。よいしょ、よいしょ。はい、と、こんな感じでいかがでしょうか。めちゃめちゃ綺麗、夏らしい。早速ね、こちらを食べていこうと思います。はい、ということで今こっちに移ってまいりました。うまそう。早速食べちゃってよろしいでしょうか。よっしゃ、いただきますと。じゃあまずそのまま麺だけで、麺、おお、よいしょ。うまっ。これはうまい、これはうまい。ちょっとこの鶏肉も、うん、うまい。アーモンドの香りがめちゃめちゃいい。ちょっとこのタイプの混ぜそば食べたことないかも。一回全部混ぜましょう。具材と油とニンニクと。すげえ。よいしょ。よし。全部混ぜて。
あ、一気に二郎っぽくなった。うまっ。ニンニクも油も結構な量あったんで、やっぱりそのこんだけ野菜があったりしても重さに負けちゃうかなと思ったんですけど、全然そんなことない。そのアーモンドの香りも相まって、なんかね、罪悪感がない。うん、うまっ。ちょっとこれレモンも絞ってみよう。よっこいしょ。いやあ、めちゃめちゃ好みこれ。うん、まっ。アーモンドとレモンと、まあこんだけ野菜もあってね、絞るとね、あのエスニック料理っぽい風味になってくる。で、ただニンニクと油があるからね、ラーメン感っていうのかな、そういうのは損なわれずにエスニック風味がね加わってくる感じ。これめっちゃうまい。これならね、油っぽさも全然気にならないし、マジそれこそ無限に食べれる。うん、え、これは無限だ。うまっ。ちょっとね、マヨネーズが合いそうな気がするんで、これを投入と。うん、これ絶対美味しい、絶対美味しい。よいしょよいしょ。うん、ちょっともう我慢できないでございます。うん、うめえ。いや、めちゃめちゃお酒合うわ。うまっ。以前ね、あのお店の方でいただいたメニューはチャレンジメニューのやつとカレーラーメンなんですけれど、まあどっちもね、基本的にあの二郎系のラーメンなので、かなりねがっつりとした2杯だったんですけど、あのね、これは全然系統が違う。でも完成度が半端じゃない。めちゃめちゃうまい。これ合うかな。あれだな、よいしょ、痛い痛い。これ持ってきたんですけど、これナンプラー、エスニックといえばと思って、これ絶対だと思うんですよ。これちょっとこうザザザザッとザザザザッと、あ、香りが一気にエスニック。レモンもしっかり絞って、よいしょ。あうめぇ、あぶ、めっちゃ合うこれ。なんかね、大好きだけどしばらく行けてなかったね、タイを思い出す。やっぱりナンプラー入れると一気にね、エスニック感も増すし、味付けとか具材もかなりね、そっちに近いものではあるので、合わないわけがない。
ただもっとねエスニックっぽいっていうかタイっぽいみたいな味付けにするんだったらナンプラーにねちょっとお砂糖入れたりするとよりね近い味になるかもしれない。もう匂いがうまいもんな。これはうまいよ。もうなくなっちゃう。なくなっちゃう。はあ。はい、ということで今すべて完食いたしました。ごちそうさまでした。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。今回食材をいただいたどんぶらこさんが今後ねラーメン等を販売するネット通販サイトを立ち上げるそうです。こちらの事業展開については6月の29日からクラウドファンディングを行う予定で購入者特典と内容の詳細については概要欄記載のページにございますので気になる方はそちらもぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。